今日卒業やめんなくて。神すぎる。こんばんは、こんばんは、皆さん。久しぶりです。ミノクスです。ティノ。ティノってやつがいるな、真ん中に。俺は？あ、いた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 。ロンドンドックス。ロンドンドックス。ブラジャーなのか。ノーブラなのか。オノなのか。ノーブラなのか、オノノのか。フリーフォールです。こちらのステージ。皆さん、今ちょっと思い出したのが、オリエンテーションって行きました？中学生の時に。オリエンテーションって、クラスのことさ、班で、副班長、班長みたいな感じで。オリエンテーション。で、その時、ありました。フリーフォール！すげえ今、なんか見て今思い出したんですけど。それ男女でさ、なんか手つないで踊ったりするよね。あれなんつうんだっけ、アイサンホイサンエイサイサイサイホイサイサンみたいな、アイサンサンサンホイサイサイホイサイサンみたいな、あれなんか口ずさみながら、もう下手か、なんだ今の絵、マイマイアママイサ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 エイサホイサイサンみたいな、あれなんで、ちょっと歌詞カード来る来る来ない来ないよ、え近く来るかもしれないよ、肘の張り合い、エイサそのオリエンテーションでさ、そのキャンプファイヤー、キャンプファイヤーをさ男女で囲ってさ、キスとか、いやキスっていうかその中学生、実は女の子と喋ったことがないですよね、中学生の時って。もう女の子と喋ることができないですよね。どうですか、今だね。まず女性と喋るっていうことが、まあ触れるなんてもう持ってのほかですよね。とかもう無理ですよ。もう中学生でさ、そのキャンプファイヤー班に分かれてご飯炊いたり、人参切ったり、じゃがいもを剥いたりさ、やるじゃん。そんな中でそんなそんなセックスとかそんなものセックスとかそんなするわけないじゃないですか、そんなできるわけないじゃないですか、そんな中学生でそんなセックスとかそんなもんでやるわけないじゃないですか、そんなもんねえ、そんなじゃがいも剥いて人参剥いてねえ僕もおちんちん剥いてそんな言えるわけない、そんなセックスとかそんなあできるわけないじゃないですか、あロビーいるこれ人ゼロキル3です。だまだまだ戦いはこれからって感じだな。足音をよく聞け、目の前のリンゴに目を取られない、まだ腐ってない、食べれそうだ。今リンゴ食べてるでしょうが、なかなかリンゴの再現度も高いようだ。このコールオブデューティーダブダブツ、ピザピザハット、ピザってさ、お持ち帰り、お店行ってさ、お持ち帰りするとさ、もう一枚ただみたいなのあるじゃん、とかさ、1780円ぐらいの M サイズのさピザを頼むと、もう一枚1780円のピザが食べれるってシステムだからさ、宅配でさピザ頼む大人ってさ絶対損してるうちバカだと思うんだよね。あとさ絶対さプラス300円でチーズロールに変えた方が絶対美味しいのにさ、ただのあの薄いピザも薄っぺらいなんか
厚さ5ミリぐらいの薄いなんつーのクリスピーじゃなくてクラフトみたいな、全然ダメ。あれだったらただのピンパンピピンパンパンピザピンパザピンパンパンピザの方がいいよね。あ、通ってる通ってる、あ、当たった当たった、あいつ肩に当たった、あ、あ、よし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 、よし、ナイスエイム、ナイスエイム。さっきと同じパターンだとしたら、あーし、ナイスエイムです、ナイスです。あ、すごい、何この音、トンツカトンツカトントントン、敵の偵察機を加速、敵の偵察機を加速した。銃剣チャージする、銃剣チャージ、うわー、よし来てる、金玉ポイントプランク、そう俺の名前はポイントプランク。下がれ下がれ、ここは俺のラインだ、ここを通るやつは一人残らずぶちのめすぜ、さあ来い、頼むぜ、俺の右親指、そう右親指というならエイムのが全て、エイムが頼りだ、忠誠で音を立てるか相手を誘うか、二択だ。敵の偵察機を加速。このまま相手を黙って待つか。いや。それでは時間がかかる。いいだろう。銃声で音を立て。敵の偵察機を加速。銃声で音を立てた。これだ。左上のマップから目を離さないあいつらは自ら近づいてくるんだ。そこを俺がエイムで。まだだ、さらにだ、さらに今の銃声を聞いて、左上のマップから目を離さないお前らは、それがお前らの欠点だ。さて、もう一つ行くか。さあ、来た、撃っちまった。普通は撃ったら不利なんだがな。来た、あ、横切った。追うぞ追うぞ。まだ近くに行って。お前何してたん、何してたん、え、横切っとるやないか俺。みなとみらい、そうここは港、港といえば港未来、港未来で、あの横浜の、あお、横浜の桜木町のほら、そのあのあれだ、観覧車とかイルミネーションとか今すごーく綺麗だよ。さあカップルのお前ら、あ、行けばいいさ、500円でね、すっげえ寒い、マイナス氷点下30度みたいなとこ500円払ってカップルでこの時期に入っちゃいなよ。そうすると、あ、寒い、もうかじかんで指が動かない、え、もう指動かない、かじかんで、あ、寒い、手つない、温めてみたい、温めて好きっていう展開絶対待ってる。そしてそしてこんな寒い時期に、あこんな寒い時期に500円も払って、進軍できない、応援戦まで引け、こんなとこ入ってもう1分もいられないと思うから、私男3人、そう私男3人で入って1分もいられなくて、この1分寒くてもういられない状態のために1人500円払って、何してんねんっていう、あのカップルバージョン、カップルバージョン、え、やだ、こんなクリスマスの時期に500円も払ってこんなマイナス30度のとこ入って、あ、もう寒いなっつって、もうすぐ出ちゃったみたいな、すぐ出ちゃったね2人でっていう思い出、もう忘れられない思い出になったね、私たちの初デート。ギュッてギュッ、寒いね、温めなきゃ指ちぎれちゃう、もう指がちぎれそう、指がちぎれそうだから手つなごうっつってギュッ、好きだ、このパターンですね。だから港未来でね、観覧車でもこの時期観覧車っつっても、あのカップルすごい混んでるから、多分カップル乗って
多分カップル3パーティーぐらいなんじゃない？ 3 パーティーぐらいもうフリーフォールできるフリーフォールできるぐらいの人数で観覧車乗ればいいよブスみたいな顔して乗ればいいさブスでイルミネーションでさ、そのあ人工の雪だっつって、人工の雪だって来たね、その石鹸水頭にべちゃ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 つけてさ、そのブスブスだから、だからそのツリーがで、なんか金玉みたいなのあんじゃん、金玉みたいなのポロ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 落ちてきて全部頭に当たればいいじゃん当たっちゃえばいいのに、当たっちゃってパッカーンって二人でパッカーンっつって、カップルでパッカーン、私たちバカみたいパッカーンっつって、あー超ブスっパッパカパーンってなればいいじゃない。あ、なんだこのステージ、フラッグタワー、なにこれ、すげえガンダムみたいやるしかねえな、ガンタンクみたい